フォルクスワーゲン VR6 型エンジン。フォルクスワーゲン VR6 型エンジン、VR6 は、フォルクスワーゲングループによって開発された6気筒の強角 V 型エンジンであり、1991年に登場した。VR6 という名称は、V が V 型エンジン、R がドイツ語で直列エンジンを意味する、リーヘンモーターの頭文字から付けられている。 長らく VR6 の名称で親しまれてきたが、現在におけるフォルクスワーゲン VR 型6型エンジンの正式名称は V6 である。特徴としては、通常の V 型6気筒エンジンや直列6気筒エンジンと比べると、より緻密で高精度な設計が要求されるが、V 型6気筒エンジンより全幅を細く設計でき、それでいて、 直列4気筒エンジンとさほど変わらない全長を保つことができるため、6気筒エンジンでありながら非常にコンパクトなエンジンが作れることにある。また、V 型6気筒エンジンは、シリンダーヘッドが2つ必要なところを、VR6 型エンジンでは全幅が細い特徴を活かして、直列型エンジンと同様に、シリンダーヘッドを1つで済ませられる。 これらはエンジン軽量化とともに原材料コストの低減化に貢献し、他にも点火順序が直列六気筒エンジンと同一のため、直列六気筒エンジンに近いエンジン振動の静粛性が見込める。現在発売されている VW 社では従来表記されてきた VR6 から V6 へ名称変更が行われたが、これはマーケティング上の知名度を優先したためであり、 エンジンはフォルクスワーゲン VR6 型エンジンのままである。ちなみに、このエンジンの名称 VR6 の VR が今では、そのまま、強角 V 型の固有名詞になっている V6 が V 型6気筒を表すように、VR6 は強角 V 型6気筒を表す。海外、特に欧州では、VR イコール強角 V 型という認識が一般的。 フォルクスワーゲン VR6 型エンジン VR6 はフォルクスワーゲングループの中核を担う主力エンジンに成長しフォルクスワーゲンにとどまらず様々なメーカーの車に搭載されるようになった。また VR 型6気筒エンジン VR6 から派生して VR 型5気筒エンジン VR5WR 型12気筒エンジン W12WR12 が開発され こちらも様々なメーカーの車に搭載されている。VR6 型エンジンに代表される強格 V 型エンジンは、もともとは1920年代から1960年代にかけて製造されたランチアのスタガード 4V 型4気筒エンジンが発祥である。このエンジンはもともと直列4気筒をベースにコンパクト化を図る目的でエンジン全長の短縮化のために ピストン配置を直列から地取り上ジグザグに配置しエンジン全幅を抑えるためにシリンダーバンク角度を20度前後とすることでシリンダー間隔を切り詰めた記似的な V 型4気筒、構成をとっている。基本的に VR6 型エンジンもこのデザインコンセプトをほぼ踏襲する形で設計された。そのため VR6 型エンジンに限らず強角 V 型エンジンそのものが V 型エンジンの派生形というより直列エンジンを地取り状にジグザグ配置させた直列エンジンのアリューといった方が適切である。ランチアのエンジンは後輪駆動用の全長を抑えた縦置きエンジンとして搭載するために設計されたのに対して VR6 型エンジンは前輪駆動用のコンパクトな横置きエンジンとして小型車にも搭載す目的で設計された。 例えば、エンジンを横置き搭載する場合、V 型6気筒エンジンは、シリンダーバン区画が、通常60度から120度あるため、エンジン全幅が広く、十分なクラッシャブルゾーンを確保するために、車体全長を長く取らざるを得ないが、縦置きに搭載すると、さらに悪化する VR6 型エンジンは、シリンダーバン区画を15度から10.6度の強角と、することで、 エンジン全幅を大幅に短縮し、強角ながらも、V 型エンジン構成を取るためエンジン全長も短く、抑えることができる。このため六気筒エンジンでありながら既存の直列四気筒エンジン横を気筒彩車、ゴルフのような小型車のエンジンルームへの格納を可能とした。このようなコンパクト化は同時に、エンジン軽量化につながり車体フロント部の軽量化は、車体バランスを良くし、なおかつ、 コンパクト化イコール原材料コストの低減という形でコストダウンに貢献した。他にも VR6 型エンジンは点火順序が直列6気筒エンジンと同一のため直列6気筒エンジンに近いエンジン振動の静粛性が見込める。V 型6気筒エンジンではシリンダーヘッドが2つ必要だが VR6 型エンジンは全幅の細さを生かして シリンダーヘッドを一つで済ませられる。このため必然的に V 型エンジンの半分のカムシャフトで全てのポペットバルブを動作させる構造が必要になる。こうした構造を実現するためにやや複雑な配置のロッカーアーム機構が必要となった。しかし、設計こそ複雑で緻密なものになるものの、シリンダーヘッド全体で見ると、二つを一つに一体化し、なおかつ、 コンパクト化された結果、構造が大規模から小規模になり、部品点数の削減も加わって、体が簡素化され、こちらも軽量化とともに製造コストの低減化を図ることができた。初期の VR6 型エンジンは、吸機1、廃気1の12バルブ構成の DOHC レイアウトで、2本のカムシャフトは、それぞれ6個のカムさんを持っていた。しかしロッカーアームの配置は、 一般的な DOHC とは異なり、2本のカムシャフトの内前方のカムシャフトが前シリンダーバンクの9排気バルブを駆動し、後方のカムシャフトが後シリンダーバンクの9排気バルブを駆動するというサイチェシーのカムシャフトによく似た動作構成が取られていた。その後 VR6 型エンジンが旧機に排気2の24バルブ構成となったとき、 前方のカムシャフトは6気筒すべての吸気バルブを動作させ、後方のカムシャフトが6気筒すべての排気バルブを動作させる一般的なカーアーム式 DOHC エンジンの動作構成に変更された。ただし、現在でも、廉価グレードの12バルブエンジンには依然前,前述の動作構成のロッカーアーム配置が用いられている。 最初に登場した12バルブ構成の VR6 型エンジンは 2.8L の排気量を持ち、最高出力は174馬力、128kW、最大トルクは240メートルであった。最初の VR6 型エンジンは、中鉄製シリンダーブロックとアルミ合金製、クロスフローシリンダーヘッドを持ち、バルブ数は1気筒あたりにバルブ、タイミングチェーンで駆動される。 DOHC エンジンでった。点火装置と燃料噴射装置は、ボッシュ製液で制御、吸入空気量は、エアフロメーターで計測され、エンジンのノッキングはシリンダーに設けられた2つのノックセンサーで検出されて、季節に点火器が制御されている。排気ガスは三元触媒で浄化され、当時の排ガス規制をクリアしていた。フォルクスワーゲンは、 最初の VR6 型エンジンに AA という識別 ID コードを与えた。AA 型の VR6 型エンジンは 2.8L の排気量を持ち、ドアは8 1 0ト、mm、ル、ストロークは9 0 0トル、シリンダーバンク角度は15度で圧縮比は10.01であった。なお、ヨーロッパ国内のシムケッチによっては 2.9L のエンジンも用意していたために、2.9L エンジンには、 アブブという識別 ID コードが与えられた。クランクシャフトは単造製で、6つのクランクピンと7つのメインベアリングを備えている。シリンダーはフリクションを軽減するために、コネクティングロッドメーンジャーナルから22度オフ,セスされたオフセットシリンダーを採用している。吸気バルブ系は 39.0mm、排気バルブ系は 34.3mm であり、ラッシュアジャスター、 油圧タペットを介したロッカーアームによって駆動される。ピストンとピストンリングは通常のエンジンと変わらない構造のものを使用しているがシリンダーヘッドを一つしか持たないためピストントップはシリンダーに対して斜めに傾いておりシリンダーブロック上面に出てくるピストントップが全て水平面を示すように製作されている。VR6 型エンジンは一つのシリンダーヘッドで しどり配置されたシリンダーに急排気ポートを設ける関係上、シリンダーの前後バンクで、吸気ポートと排気ポートの長さが異なっている。吸気ポートの長さの違いは、インテークマニホールドのランナーの長さを変えることと、カムシャフトのオーバーラップ量を調整することで対処している。なお、最初の VR6 型エンジンでは前後バンクで、吸気ポートの長さが 420mm 違っていた。 排気ポートの長さの違いは3つの Y 字型、エキゾーストマニホールドの長さ調整で対処している。VR6 型エンジンのエキゾーストマニホールドは、中鉄製で、6から3から1の順番で排気が集合されている。冷却系統のウォーターポンプは、シリンダーブロックに設けられた、ベルトドライブ式のメインポンプの他に、エンジン停止中の冷却水循環のための電動式。 サブウォーターポンプが備えられている。オイルフィルターは一般的なスピンオン式ではなく分解交換式のものがこのエンジンから採用された。油圧系統はドライサンプでオイルポンプはインターミディエートシャフトで駆動される。オイルポンプ内には油圧制御バルブが内蔵されている。シリンダーブロックはパーライト質の良質なから削り出されており、シリンダーは3気筒ずつ15度の角度で左右に、 振り分けられて穴が開けられており、各バンクのシリンダーの間隔は 65mm である。通常の V 型6気筒に比べると若干エンジンの長さは長くなるが、シリンダーヘッドを一つしか持たない分、エンジン全幅はかなり小さくなる。前後バンクのシリンダーの中心線は、クランクシャフトの中心線から 12.5mm ずつオフセットされており、120度間隔で、 各気筒に点火する直列6気筒と同様の点火時期を採用してエンジン振動の軽減を図っている。点火順序は1から5から3から6から2から4である。VR6 型エンジンは1991年に 2.8L エンジンがドイツ国内のパサート、コラードに採用された。その他にもゴルフ産、シャラン、バナゴンなどに採用されている。 カムシャフトは2本で、バルブ数は吸機1、排機1の2バルブであった。北米市場とドイツ国外の欧州市場では、翌年の1992年より VR6 型エンジンの導入が始まった。北米仕様の VR6 型エンジンは、ドイツ本国と同様の 2.8L エンジンであったが、欧州市用のコラードとパサート 4WD では190馬力の 2.9L。 アブブエンジンが採用された。このエンジンでは、ボアストロークは81.090.0ミ、mm、リから82.090.3ミ、mm、リ、触媒も6センチに拡大され、フューエルレギュレーターやカムシャフトなども専用のものが用いられた。コラードに搭載された 2.9L エンジンには、設計段階では、新開発の可変調式、インテークマニホールド、VSR、 が採用されており、ピロンバーグのチューニングで、モータースポーツにも投入された。しかしコスト増大を最小限に抑えるために1992年の市販エンジンでの採用は見送られ、アフターマーケットオプションとして提供されるに止まった。この可変調式、インテークマニホールドの設計は後に、シュリックに売却され、シュリックベギーベリアブルジオメトリーインテークとして市場に、 提供されることになった。1992年からは、ドイツ国内のゴルフさんにも導入され、VR6 型エンジンは、ヨーロッパの中小セグメントのハッチバック車両にも、本格的に展開され始めた。北米市場への投入は1994年から始まったが、欧州市場では先行して 2.9L エンジンを搭載したモデルが登場、後にベントやジェットなどにも採用が広まった。 1997年、フォルクスワーゲンは、VR6 型エンジンの6気筒から1気筒を、現時点5気筒とした VR 型5気筒エンジン、VR5 を発表。奇数シリンダーの V 型エンジンは、ホンダが1980年代の、ロードレース予選試験に投入した2ストローク V 型、3気筒エンジン以来のものであった。排気量は 2.3L で、最大出力は150馬力。 最大トルクは210ナノメートルであり、1997年モデルのパサートから市販が開始された。ゴルフとボーラ、北米名ジェッタには1999年より搭載され現在に至っている。1999年には、従来の 2.8LVR6 型エンジンは1、気筒あたり、9機に、排気2の4バルブとし、可変調式。 インテークマニホールドを採用した24バルブエンジンに進化。最大出力は201馬力、最大トルクは265ナノメートルにまで向上した。このエンジンは同年モデルのパサーと縦置きエンジンレイアウトから導入され、欧州市場向けにはゴルフとジェッタにも搭載され、この年にはフォルクスワーゲンの 4WD システムである4モーションと共に、 VR6 型エンジンの正式な商標登録も行われ、名実ともに強格、V 型エンジンの代名詞となっていった。現在では、4モーション 4WD 車には、全車 VR6 型エンジンが搭載されている。2001年には、VR5 型エンジンにもこのマルチバルブ技術が導入され、最大出力は170馬力の20バルブ VR5 型エンジンに進化した。 この年には、商用車であるにも24バルブ VR6 型エンジンが搭載されるうになり、旧来の V 型6気筒エンジンからの完全移行が達成された。旧来の12バルブエンジンは1999年の24バルブエンジン投入と同時に、同弁系統のアップグレードを受ける。このエンジンは24バルブエンジンと同様に、左側バンクのカムシャフトが全ての吸気バルを駆動する。 吸気カムとなり、右側バンクのカムシャフトが、すべての排気バルブを駆動する排気カムとなるように、ロッカーアームが配置され、10点を1の圧縮比と可変調式、インテークマニホールドも採用されて、最大出力は177馬力、最大トルクは245ナノメートルとなった。このエンジンは、北米市場向けのゴルフ4、ジェッタより導入が始まり、 比較的廉価なモデルに幅広く採用され現在に至っている。2001年にはニュービートルの限定生産モデルであるビートル R イ向けに228馬力を発揮する3点に L エンジンが採用された。このエンジンは後にゴルフ 4R32 241馬力やゴルフ 5R32 247馬力アウディ TT 247馬力にも採用された。ゴルフ4には2.75インチ、アウディ TT には3インチの体型アフロメーターが採用されている。2005年には横置きエンジンに回帰した6代目パサートが 3.2L、不思エンジンを採用。北米では 3.6L に排気量が拡大された280馬力仕様の VR6 型エンジンがヨーロッパ市場に先だって発売された。 2005年モデルからは、清掃燃焼、不思燃料噴射装置が採用され、3.2L エンジンは250馬力を発揮するようになった。2008年のパサート R36 からは 3.6L、不思エンジンは299馬力、350ナノメートルに出力が向上し、4モーション 4WD 車には、標準で、 デュアルクラッチトランスミッション DSG が組み合わされるようになった。2001年、フォルクスワーゲンは VR6 型エンジンで培った強角 V 型エンジンの技術を応用し、フォルクスワーゲン VR6 型エンジン VR6 を2つ組み合わせ、WV、VV 構成とすることで、72度のシリンダーバンク角度を持つ、市販用 W また12気筒エンジン、 フォルクスワーゲン WR12 型エンジン W12、WR12 WR を発表した。正式名称は W12、その形状から WR12 とも呼ばれる。コンセプトカー、フォルクスワーゲン W12 ナルドにて初搭載され、排気量 6.0L、最大出力600馬力、モーター消失点1週間前の24時間、連続走行テストにおいて、 平均速度時速 295.24km で 7085.7km を走り切り、従来の世界記録を 12km 更新する24時間、走行距離の世界録を樹立した。W12 は、ベントレイやアウディ等、フォルクスワーゲングループの高級車を中心に搭載されている。WR 型12気筒エンジン W12、WR12 から発生した。 WR 型8気筒エンジン W8、WR8 や WR 型16、気筒エンジン W16、WR16 にもこの構造は採用され、今日では史上最も成功した W 型エンジンの一つとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。